ケビン・ベーコンは、アメリカ合衆国出身の俳優、映画監督。主演代表作に、フットルース、アポロ13、ザ・フォロイングなどがある。他、ミュージシャンとしても活動している。2009年、ゴールデングローブ賞主演男優賞を受賞。妻は、キーラ・セジウィック。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。父親は建築家、都市計画家のエドモンド・ベーコン。 6人兄弟の抜歯役者を目指して17歳で地元を離れ、ニューヨークへ渡り、サークル・イン・ザ・スクエア・シアターにて舞台を踏んだ。1978年に、ジョン・ベルーシ主演のコメディ映画、アニマル・ハウスで映画デビュー。着々とキャリアを重ね、1982年には、才能を評価されて、オビー賞を獲得。直後には、ショーン・ペン。 バルキルマーと共演してザスラブボーイズでブロードウェイデビュー。さらにバリー・レビンソン監督の青春に映画ダイナーなどに出演。1984年主演映画フットルースが世界的に大ヒットハリウッドスターの仲間入りを果たす。この大ブレークにより1980年の13日の金曜日への出演歴が再注目され。 派役であるにもかかわらず、その後は、ビデオや、DVD ジャケットに主演俳優並みに最上位に、クレジットされることもある。若い頃は、青春映画のスターとして活躍していたが、その後脇役や悪役を多く演じ個性派、実力派の俳優として、評価を得、近年は自らメガホンも取っている。1994年に出演した、メリールストリープ共演のアクションスリラー、 激流では、エリート一家を恐怖に陥れる悪役を熱演して、ゴールデングローブ賞にもノミネート。2009年に出演したテレビ映画、テイキングチャンス、戦場の送り人では同賞を受賞した。2000年には、インビジブルでの演技が評価され、第7回、三浦淳賞を受賞している。ハリウッドにある、名声の歩道2003年。 エンターテインメント界に貢献した著名人に贈られる、ハリウッドウォークオブフェームに選出されている。2013年、サイコスリラー、ザ・フォロイングにて、テレビドラマシリーズ初主演。以降、アイラブ・ディック、シティ・オン、エイヒルのドラマで主演を務めている。ミュージシャンである兄のマイケルと共に、1995年より、ザ・ベーコン・ブラザーズというバンドを組んで、音楽活動もしている。 これまで、プロモーションなどでの来日は、なかなかなかったが、2006年には、マイケルと共にミュージシャンとして初来日を果たし、ブルーノート東京にて、ライブ公演を行った。TBA が、レモン色の空と共演した女優のキーラ・セジオイックと、1988年に、結婚。子供が二人より、娘のソシー・ベーコンも女優になった。2008年、 ミュージシャンウィル・アイアムのプロモーションビデオに夫婦で出演したことがある。主にレギュラーのミキサイアルバム映画俳優の共演関係の距離をケビン・ベーコンを起点に計測するケビン・ベーコンゲームという遊びがある。ケビン・ベーコンと共演した俳優に1、1の人物と共演した人物に2というように隔たりの指数を与えるもので、その指数をなるべく小さくしようとしたり、 より遠くの人物に結びつきを見出そうとしたりするものである。もっとも、ここで言う、共演は早くなどで、同じ映画に出演したという程度の関係も含まれ、必ずしも面識を持つとは限らない。この遊びは、数学者、科学者の世界における、エルデシュカズと同様の発想によるもので、1994年に、オルブライト大学の4人の学生が作り出した。 ケビン・ベーコンは、あらゆるジャンルで非常に多数の映画に出演している。1994年の初め、映画雑誌、プレミアのインタビューに対して、ベーコンが、ハリウッドの全員が、自分の共演者か、共演者の共演者だという趣旨の発言をしており、インターネット上などでは、ケビン・ベーコンは、ハリウッドの中心と言われるなど話題になった。実際、ハリウッドに限らず、 古今東西のほとんどの俳優は、ベーコン数3位内に収まってしまう。インターネットムービーデータベースに掲載されているデータに基づいて、22の人物間の距離を計測するサイト、ザ・オラクル・オブ・ベーコンによれば、2016年8月、現在、IMDb に記載された約430万人の俳優や映画、テレビ関係者のうち、ベーコン数を持つ人物は、 約215万人。3303人がベーコン数1を持っており、約176万人が3以下である。日本でもベーコン数2を持つ多くの俳優がいる。例えば、などである。ザオラクル・オブ・ベーコンによれば、インドのラジニカーンと、ウズベキスタンのラジャブ・アダシェフ、セネガルのファトゥマタ・クリバリといった、一見ハリウッドから遠くに位置しそうな俳優も、ベーコン数。 三のつながりを持つ。もっとも、共演関係を辿る起点としてベーコンは、高い、中心性を示してはいるが、突出して、高いわけではない。ベーコンはこの遊びについて、初めはバカにされているようで不快であったが、そのうちに楽しむようになったという。発案者の四人と一緒に、テレビのトークショーに出演したり、書籍6 degrees of ケビンベーコンに序文を寄せたりしている。ありがとうございます。